皆さん、こんにちは、こんばんは。今回はイオンのマスクが禁止されてるっていうことらしいので、ちょっとそれを取り上げてみたいと思います。よろしくお願いします。12月中旬、イオンは従業員に対してお客様との円滑なコミュニケーションを妨げになるとしてマスク禁止を通達。これに対して SNS ではマスクをされると自分が拒否されてするような感覚になるとイオンの対応に賛成する声や、私が客だったら逆にマスクしてほしいと思うけどと、マスク着用を推奨する意見のほか、割とどこでもやってるからイオンだけの問題じゃないぞなどの声が聞かれた。イオンの広報はマスクの着用の禁止の理由について、顔半分を覆い隠すためお客様にとって表情が分かりにくく声も聞きづらいことと、風邪や体調不良のイメージを持たれ不安に抱かれる場合があることを挙げた。ただ原則禁止としながら、食品売り場や風邪、受験生などがいる従業員などには着用を認めていると例外を認めていることも明かしている。でね、この記事なんですけど、これがですね、SNS 上ではね、ほとんどがね、賛否両論のピなんですよね。っていうのも、やっぱりその、マスクしといてほしい。マスクすると、やっぱりこのインフルエンザの予防にもなるし、単純にその衛生面で、嫌じゃないみたいな、その不潔なイメージはないかなとは思いますよね。割としてる人も多いですしね、YouTube やってる人でもね、結構マスクしてる人も多いから、別にそんな気にはならないかなと。僕個人的には別にそんな気にはならないです、マスク自体はね。僕がこの記事で思うことが、イオンの広報の人が言ってるこの理由なんですけど、マスク着用禁止。顔の半分を覆い隠すため、お客様にとって表情が分かりにくく声も聞きづらい。これはなんとなくわかります。そうかもしれません、やはり。ただね、その次の、風邪や体調不良のイメージを持たれ不安を抱かれる場合がある、この2つ目のこの理由なんですけど、こんなん思うことある？その風邪や体調不良のイメージを持つことはあるかもしれません、確かにマスクでね。ただ、それに対して不安を抱くかな、てか不安いで抱きますっていうクレームが来たからこういう話になってんのかなみたいな、ちょっと分かんないですけど、僕その飲食店で働いたこともあるんですけど、こんな言われたことないですけどね。飲食店やから、特にそのマスクとかはね、してないとあかんかったかもしれないですけど、これでもね、食品売り場ではしてるっていうことになってなんでね。っていうかね、この記事自体もね、こんなことまで決める会社でどうなんっていう、ちょっとだけ僕は思うんですけどね、個人的にね。あとね、今、セルフレジっていうのがあるじゃないですか。たまにそれこそこのイオンとかでもたまに見るんですけど、それに対してね、あったかみがないっていうクレームがあったらしいんですね。は？と思って。っていうか、イオンとか、例えばコンビニとかでもそうなんですけど、たまにクレーム言う人おるじゃないですか。ちゃんと接客、なんかせえみたいな、何求めてんのみたいな、スーパーとかコンビニとかにね、そこまでのね、接客が求める必要あるって僕は思います、正直ね。でね、こういうクレーム言ってんのってね、大体がね、年寄りな気するんですよ。いや、これもう偏見っすよ。僕ね、若い子でね、そんなクレーム言うてるやつ知らんのですよね。で、テレビかなんかで、うっちゃんが司会してるね、スカッとジャパンやったかなっていうテレビがこの前やっとってね。で、その時のテレビの内容が、失礼な若者を成敗するみたいなやつやったんですよ。それ見てて、確かにその出てくるサンプルの人は、その結構失礼な感じで若者がわーって言うて、それに対しておじさんおばさんが、説教してすっきりするみたいなやつやったんですけど、僕ね、その最近の若者っていうよりもね、圧倒的にその中高年以上の人、要俗に言う老害って言われてる人が多い気がするんですよね。僕あんまり若い子でマナー悪いやつ見ないんですよ。それはもう僕の目が狭いかもしれないですけど。でね、そのスカットジャパンのテレビで取り上げてるのも、やっぱ若い子を、要はしつけてるっていう感じじゃないですか、その内容がね。若い子やからね、まだ番組成り立つんですよ、逆に言えば。年寄りでね、
そういうやつがおってね、もう聞かないっすもん、こっちが文句言うたって。お前が悪いってなりますからね、年寄りの人って。年寄りの人って言ったら、まあ、あれかもしれないですけど、その中高年より上の方って、例えば自分が間違ってたとしても、もう絶対に、曲げないって言ったらいいから、これこういうことやからね、みたいな。言ったら、いや、わしじゃなくて、このものが悪いとか、なんか、これ中高年のおじさんとおばさんとね、その若い子ではね、スマホの使い方もちょっと違うなと思ってて、例えば、まあ、機種にも当然よるんですけど、スマホに対して、その設定のボタンとか、戻るボタンって大体、なんかわかるじゃないですか、なんとなくなんですけど、似てる感じ。まあ、位置は違うにしても、大体これかなみたいなのがあるじゃないですか。それがね、若い子はね、やっぱ分かるんですよ。で、年寄りは分かんないですよ。でも、それも、まあ、しゃあないっちゃしゃあないですよ。で、年寄りの人が、例えば聞いてくるじゃないですかね。例えば、年寄りの人が聞いてきたときに、これでこういう画面に行きます。一つ戻る場合は、このボタンを押しますみたいなのがあるじゃないですか。で、ああ、なるほどな、みたいな。で、設定はどうやって開けたらええんかな。設定は、この右上の、このマークです、みたいな。歯車とかね、なんか点3つとかなんか、いろいろあるじゃないですか。それを押したら設定メニューを開くんで、そっから選んでもらって、みたいな。戻るときはまたこの戻る、全部戻るボタンは共通してます、みたいな。そんな感じで言ったときに、若い子は、うんってなるんですよ。で、年寄りはね、それ言ってる途中でね、なんかね、入ってくるんですよ、パッて。例えば、設定キー、これなんで、ここからメニューを開いてもらってって言ってる途中ぐらいで、戻るときはどうすんの?みたいな。食い気味になるって言ってんかな。いや、切ったらええのに、みたいな。やじ、国会のやじみたいな感じになってるんですよね。全部聞いたら分かる話を、途中で遮るから、遮って自分の疑問をパッて入れてくるから、その問題が解決しても、もう大元の話を聞けてないって言ったらいいんかな。伸びないんですよね、それ以上。無駄な時間があるって言ったらいいの。その質問は後で分かるのに、みたいな。っていうか、もう戻るボタンはこれって説明してんねんから、戻るでええやん。何回言ったら分かんっていう感じなんですよ。これもね、僕がね、きついかもしれないですよ。きついかもしれんけど、戻るボタンはこれやって言う、これですって教えてんねんから、戻るときはどうすんのって言われても困るって言っていいんかな。何やろ、その日にはまあ分かるんですよ。でも違うときに、また別の LINE とかを立ち上げたときに、LINE が来ましたみたいな。で、開けました。で、これ元の画面に戻るにはどうしたらいいの?だから戻るは戻るでこのボタンを押したらいいんだけど、みたいな。これがね、覚えてないんですよ。で、挙句、お前の教え方が悪いみたいな感じでね、言ってくる人おるんですよ。年いったからな、なんか物覚え悪くてな、やったらまだ可愛げがね、ありますけどね、お前が悪いね。お前の教え、私、僕は、わしは、ちゃんと覚えれるのに、お前の教え方が悪いから、わしの知識が入らへんみたいな。じゃあ聞くなよみたいなね。これがね、本当に何回もある。いろんな機械が AI 化してきて、セルフでいろんなできることじゃないですか。それも、こんなね、なんか、感情に訴えかける感じのね、しかもそれがクレームとして来るなんていうのが、なんか、いや、お前のために社会回ってないけどなって思っちゃうっていう、なんか変なクレーマー多いな、やっぱり。でも、しかもそれが年寄りの場合、年寄りとか中高年の人の割合が僕は多い気がするっていう話です。イオンのマスクの事件からちょっと、ところまでちょっと行ってしまいました。申し訳ないです。以上です。